グッドモーニングハローイブニング。皆さんどうもマグロユッケですよ。いつものここからスタートします。ここからということは、ある物を買ってきたので後でご紹介しますね。とりあえずは長い道のりが予想されるのでガソリン入れに行きます。ですがここから予想だにしない給油レーン争奪戦が始まります。まずこの時点でマグロユッケより先に待っているのは、こちらの白いプリウス1台のみです。なかなかエアチェックしてたりトイレに行ってたりで飽きませんねー。先に待ってたプリウスの後ろからプリウスが後入りしてきました。これはユニ式ユニシサです。運転員さん誘導してくれないかなー。あのレインのスイフトが出そうですね。ですが当然今日のプリウス1が先に待っていたので譲ります。今日のプリウスには新そして走行していると向こうにヘッドが入ってきました。給油レイン探していますね。ちなみにプリウスの後ろにはヘッドよりも先にミニがいました。市内屈指の安さゆえカオスな状態ですね。ここでアリストの運転手が車に戻るのですが、何やらヘッドが不穏な動きを見せていますね。それに気づいたミニがここぞと前進してきたのでこっちも負けません。絶対にミニ君より先に入るぞ。ヘッドに魚振られましたが隣が空きそうです。やっと給油できる。ほんとウォッシャー進めるよりも先に誘導してください。ドボ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 。そして忘れないうちにトリップをリセットしておきます。両親が床2階の土地。というか本当に気の短い人たちばっかりだなぁ。あなたもそんな早く行けよみたいな目で見ないでください。はいはいさっさと届けばいいんでしょ。こっちは安いからここで入れてるのに。早く済ませたいならもっと高くて人気のないところ行けばいいのにね。奴ら全員シロアリに家がボロボロにされる呪いにかけておきまし一時停止は止まりましょう。というわけで今回の気になる目的地ですが、新城に行って奥三河を満喫するぞー。おじいちゃんよくそのタイミングで出てきたな。マグロユッケがスリムすぎて見えなかったかな。新城といえばマグロユッケもよく行く道の駅つくで手作り村がありますが、本日はそこではない。がっつり新城なところに行きます。ですが調べていても道のりがよくわからないので、今回も大変心配ではありますが先生に案内してもらってます。そういえば前回、ヤフーカーナビが下道設定できないなどと抜かしておりましたが、マグロユッケの調査不足で実際は案内開始時のみ下道ルートが選択できました。ごめんね。おばあちゃん大丈夫渡っていいよ。マグロユッケ班な家が白ありまみれの連中と違って心が広いからね。全員家だに大量発生してただれろ。バスガス爆発って実際言いやすいしむしろガス爆破本日のセーフティーカー、ハイエースさんです。先に黒塗りのハイエースさんが見えてれば無理に追い越してくるやからもいないので、後ろを気にせずゆっくり新城観光できるってもんでさよならセーフティーカー。何もこんな後ろからせっつかれてる時に譲ってくれなくても。しかしこの道は二輪のホーム部がありますね。華麗なライテクで突き放してやり無理でした。そして例によっていつものここを曲がります。先生が案内してくるってことは結構有名なルートだったのかな？これまたいつものここを右に曲がります。というか三河湖に行く途中までルートは全く一緒です。もはやライダーの聖地とかしているこのファミマを越えて、根崎町交差点を左に曲がります。左にめっちゃくちゃ寄り道したくなりますが今回は我慢です。日が暮れちゃうからね。そして今回は三河湖に行く途中のここを左に曲がります。いつしかマグロユッケがもみじ街道だと勘違いして走ってた道だね。しまいにはもみじ街道入ったところでもみじ街道終わりとか言ってて呆れたよ。ここでマグロユッケからのお知らせ。ぜひチャンネル登録がまだの人は温かい心でポチッとしてくれるとありがたい。マグロユッケの派手みが増しまだいぶ来てます。以上マグロユッケからのお知らせでした。チュン。というわけで続けていきます。この今走っている勘違いしていた道路ですが、もみじ街道めっちゃ道綺麗かよ最高かよーとこっぱずかしいごと抜かしてたんですが、間違ってる上に国道と県道の重複区間だったしそりゃ綺麗なわけです。まあもみじ街道もそれはそれは素晴らしい道でしたけどね。あの動画を見た後にいろんな人から行きましたと報告をいただいて、ほんとこうやって動画として残すモチベが上がりました。名所やら誰も知らなさそうなチンチンスポットまで、これからもたくさんご紹介していきたいですね。駅県民としてそのうち例のチンチン神社には絶対行くのでお楽そこ右に曲がれ。先生ここ右に曲がるの？は止まりましょう。この道右に曲がるのは初めてでなんだかワクワクしますね。ワクワクといえば今年も年末ジャンボ買うの忘れそうだな。毎年当たった時の夢を語っては買わずに新年迎えちゃってるんですよね。なんせ今年も大盤振る舞いの一等7億円ですからね。もしそんなのが当たった暁には、まずは惜しみなくお金を積んで猫ちゃんと好きなだけ戯れても痒くならない体にしてもらいます。ブルーの原稿 NSX を買います。猫ちゃん用のお部屋とお庭がある新築を各王山あたりに建てます。
もちろんバイクもタラック買います。ガレージも必要になるのでマグロに行ってガレージを作って壁も経営します。インプラントして顔を新調します。猫ちゃんいっぱい幸せ。とまあ語るだけタダですからね。皆さんも7億円当たったら何に使うかぜひコメント欄で夢を語ってみてください。てかこのトンネルめちゃくちゃ長いな。5分くらい走ってる気がするぞ。やっと出口が見えてきたけどもう Google 先生が息してないです。お、トンネル出て見えてきました。そう、本日最初の目的地は設楽町です。お、先生もなんとか意識を回復したな。厳密に言うと設楽町は岡崎市ですが、まあすぐそこが新城なので新城みたいなもんです。今回のツーリングにぶっこんでやりました。しかしなんだトンネル抜けてから異常に寒いな。今年も小峰のウィンターグローブをはめているのですが、先ほどからガンガン冷気が突き抜けてきてます。しかしそこはこのマグロユッケ対策があり、冒頭で買っていたアルブスと箱根のことです。本当は小峰のよく見るかっこいいやつが良かったんですが置いてませんでした。なんかよくわからない中華なブツを買ってしまいましたが、まあ見た目は違えど性能なんてどれも大差ないでしょう。で取り付けていくのですが、難しいことは何もありませんね。レバーとグリップ用に穴が開いてるのでそこに通すだけです。そして申し訳程度の紐があるので、ミラーなど操作の邪魔にならない場所にくくり、はい完成。は、もうこの時点で暖かい。見た目はさておいてやっぱりこれにかなう防寒用品はないですよね。え、電熱グローブ？何それおい。というわけで完成。おーいやそんなにダサいかな？むしろこれはこれでありな気がしないですか？まあ多少はババッチくなりましたが良いでしょう。よしではでは行きますよー。あれ？でもウィンターグローブしたままだとうまく突っ込めないな。よしよしちゃんと袖まで入りました。スイッチタグイもしっかり押すことができます。注意しないといけないのは、一回走り出すとなかなかカバーから手が出せないということです。例えばシールドを締め忘れたりインカムを操作したい時など、とっさに手が出せないしまたカバーの中に突っ込み直すのも一苦労です。しかしやっぱり暖かさは最高だぜー。走り出して数分ですがもうすでにグローブの中に手汗かいてます。グリップヒーターついてるバイクはむしろグローブもいらないくらいかもね。あ、でもこれだと野営ができない。しばらく歯を地に野営するしかないか。ずっとまっすぐ行った先のトンネルをくぐった先を左に曲がります。正面の看板右が浜松って書いてあるけど気が早すぎない？そしてこれを左に曲がったらあとはひたすらまっすぐで突き着きました。本日最初の目的地は、道の駅設楽です。チャウス山に行った際に気になっていたんですがなかなか行けてなかったんですよねー。身横のライダーに優しいクソデカ駐輪場。ちゃんとは止めまであっていたれりつくせりせせりにパセリです。よし到着ー。それでは道の駅したら、堪能してきます。今日は日曜日というだけあって結構賑わってます。何やらとっても古そうな電車が展示されてるので侵入してみます。元流しの？この辺詳しくありませんが近くにそんな名前の駅があるんでしょうか。お邪魔しまーす。ふむふむ何やら当時の写真やら資料などが展示してありますね。当時がいつのものなのか知りませんけどと思ったら書いてありました。え、90年以上前ってそんな昔からこんな感じの電車走ってたんだ。ほえー。新しめの道の駅ですがご覧の右はいっぷりです。向かって右の建物が歴史資料館的なところで、左の建物でお土産が買えたり食堂でご飯を食べたりできます。お邪魔しまーす。入り口に奥三河郷土館と書いてありました。1階の展示はすべて無料、2階は有料みたいです。うわこわ。1階北側は設楽町の伝統なんでしょうか。ドビナというものがありました。その名の通り土っぽい質感です。そして南側には古民家が展示してあります。お邪魔してまーす。電話怖いよさっきから本物かと思った。隣には当時の今のようなものが再現されてました。よく見るといろりはもともとゆるりといったんですね。あーこういうのもいいですねー。お城のプラモデルとか作りたくなります。あや誰か撮影してる。誰かと話してたけど聞いたことある声だったな。誰だったっけな。待ってもしかしてかなえさん？あ、やっぱりかなえさんですね。かなえ ADV というチャンネルで XADV に乗られている元ブロガーさんです。しかもそのチャンネル登録者数は3万人超え、とても同じ元ブロガーですとは声がかけにくい。というわけで一視聴者としてご挨拶して、頑張ってくださいと伝えておきました。さすがに当チャンネルに出演いただける世界の人ではないので、Twitter から許可をもらった愛車だけで失礼します。かっこいいですねー。そして腹が減ってはなんとやらタイム。食堂でランチをいただきます。
券売機で食券を買うのですが、買ったらカウンターに持っていくのではなく、券に書いてある番号で呼び出されます。到着。ジャンボチキンカレーにしました。名産のトマトをたっぷり使っているようですが、これめちゃくちゃうまかったです。漁師で安くってインサートでも取るか。手荒れなんか皿が回って取りづらいな。手が勝手にー。食べ物で遊ぶの早めましょう。というわけで道の駅したらでした。まさかかなえさんが同じ日に撮影してるとは思いもしませんでしたね。実物は動画で見るよりもさらにスラッとしてて美人さんでしたよ。どうかマグロユッケにも3万人のご加護がありますように。美容師それじゃ次の目的地に向かいますよー。休憩中に色々調べていたら、新城といえばとりあえずこれでしょマトナーツここですね、四ツ谷の千枚田です。大半が来た道戻っただけだったからバッサリしました。うわこの傾斜に止めるの怖いなー、というか、ハゲ散らかしてるわ。完全に収穫終わって一息ついたような感じですね。まあでもこれはこれでありかもしれませんね。ありってことにしておいてください。よしよしそれでは千枚田を後にして次の目的地です。もうグローブが邪魔だったから素手のまま突っ込んでいるのですが、これ全然暖かいです。むしろこれでも手汗かいちゃうくらい中はぬっくぬくになるので、夏用のグローブ持ってきてくればよかったと思ってます。素手のままだとさすがにグリップヒーターがしょすぎるかなぁとは思ったんですが、中華製のグリップヒーターがいい仕事してますね。とてもいい感じのぬるさです。グリップヒーターが1000円でハンドルカバーが2000円くらい。それでこの暖かさを手に入れられるなら、2万3万も出して電熱グローブを買ったりするよりも全然いいですよね。まあまあ見た目の話は置いておきましょう。ひたすらまっすぐ来ると信号に突き当たるのでこれを左に曲がって、大会という名前の交差点を右に曲がります。踏切渡ります。お、ここに流しのって書いてあるね。そして出てくる一つ目の信号を右に曲がると、道の駅を含む新城に到着。お、あのバイクスラスラ行ってるけどあの人についていけばいいのかな？お、全然バイクいないと思ってたらみんなこう裏見て待ってたのか。よし、ではモックルしてきます。こちらは昔から有名な道の駅でアクセスもいいので、ご覧の通り大変モックルしております。あー店内もすごいモックルですね。モックルすぎて早くここから出たいです。というわけで外に出て大変モックルなショコラソフトをいただきました。石焼きフランクが有名みたいですがこちらの方がマグロユッケマトニハモックルです。そして足湯がある情報は前もって知っていたので当然タオル持参です。足湯に使ってモックルします。はーい、帰ったー。足先から体の芯までポッカポカです。それでは日も傾いてきてしまったので最後の目的地に向かいます。しかしこれも来た道をバーっと戻るだけだ。これ左。あ、びっくりした先生これ曲がるのね。え、でもやたら通行止めって書いてあるけどいいの？曲がったらすぐ左な。あ、はい。お、ここに行っていくのか。あ、通行止め3キロ先って書いてありましたね。で、ここがどこなのかというと、おなんかが緊張る、鳴沢の滝という滝を見に来ました。これが結構有名な滝みたいですが、マグロユッケの中では二条ヶ滝がベストオブ滝なので、それを超える滝を期待してやってきました。いざ極寒マイナス4。よっこいしょい。では、びっくりしたさっきのが近所に回り込まれてました。かわいい。漁師いっぱい食べたし軽く食後の運動です。駐車場からだいたい10分くらい歩いたところから見れるらしいです。ここは、なんだろう昔は観光案内所みたいなのがあったのかな。そして左には厩舎かな。普通に駐車場かな。そして一番奥の階段を登っていくと、行き止まりでした。老朽化のため封鎖してますってあるけどどうすればいいんだ。なんとか上から見れないものか。降りれないのか。っていうか駐車場から歩く方向楽じゃねえ。そんなはずはない800でした。そりゃ下から見上げる滝だしね。下るに決まってるよね。お、なんか置いてありますが車両の通行止めでした。滝までの道は株式会社緑豊というところが管理しているみたいで。滝目的の観光のみ無料開放しているらしいです。緑豊かってすごい社名ですね。滝まで下る途中にこういったバーベキューサイトやキャンプ場があります。滝の轟音も相まって味のあるキャンプ場ですね。あーあの階段ここに繋がってたのか。最後にこのゴツゴツ岩場を膝が持つ限り進んでいきます。というかもう若干見えちゃってますね。あーやばいもうすでに膝が。しかし滝はもうすぐそこ。頑張れ膝ー。はあはあこれが最後の一歩。膝はもう死んでる。さあここまで頑張ったんだからものすごいものを見せておくぞ。ものすごー。雲ないような。ちょっと遠すぎてがあれですね。
というわけでマグロユッケの膝も無事行ったところで、マイナスイオンを浴びながら今回はここまでです。いかがだったでしょうか。今回の新城奥三河ツーリング。ご紹介した以外にもまだまだ魅力いっぱいの新城です。暖かくなったらまた色々紹介していきたいと思います。それでは、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、評価、Twitter フォローよろしくお願いします。ではでは。いやもう無理ちゃん。